はい、今回新型ベゼルで高速で全車速のクルコンの方ですね使ってみます。でクルコンのスイッチを押して、で80、90にセットして、で前のステップワゴンかなんかに追従してますね。で設定速度は90で、今時速88キロで走ってるんで、前のステップワゴンじゃなくて N ボックスに白いナンバーつけてるだけですねに追従しています。でこれはレーンキープの方はまだ効いてない状態で、レーンキープ効いてない状態で車線に寄った場合、真ん中走るようにアシストしてくれますね。でレーンキープも押して、ここですね、前より押しにくくなってますね。レーンキープのスイッチも押して、でオートでヘッドライト、まあもともと明るいトンネルなんで分かりづらいと思うんですけど、遅いんで、もうこういった時は普通にアクセル踏んで、でまた90ですねセットして、一応アクセルペダルには足を添えてますけどね、アクセルには踏んでない状態で自動的に時速90キロで走っています。他のメーカーに比べたステアリングアシストが弱いんですよね、こういった寄った場合とか。ステアリング補助が弱くて、まあ先代に比べたらきちんと警告音がつくようになってますね。センサーは鳴らないのは切ってるんですかね。インフォメーションディスプレイの方に警告はつくんですけどね、ピピピっていうセンサー音はしなくて、でまたトンネル内に入るんでオートライトですね、ヘッドライトが LED で、トンネル内の車線は認識できてますね。ただレーンキープの本当にステアリングアシストが弱いのが気になりますけど、で時速90キロで走っていて、車間距離の調整スイッチがどれか、これですね、一番これは車間距離が取れている状態で、で徐々に押していって、でこれが一番車間距離が短い状態ですね。でまた押して、徐々に車間距離が開いていって、開くレスポンスがちょっと遅い、だいぶ時間かかりますね、車間距離の開くレスポンスが。で徐々に離れていって、でこれが一番車間距離が取れている状態なんですけどね、もうちょっと車間距離取ってほしいような感じしますよね。これがマックスですからね。でベタ踏みで、まあ90ぐらいに落としておいて
よいしょ。90で追い越して、で左走行車線に移って、まあ90ですね。車線認識に関しては本当に仙台よりも優秀になってますね。まあ車線認識する能力に関しては、感知能力に関しては性能上がってますね。仙台に関してはミーハレーダーと単眼カメラだったのが、新型ではフロントワイドビューカメラになって、新型フィットとかと一緒ですよね。だ感知機能が上がって、まあ、車線を認識する能力、探知機能は上がってます。まあ、クルコに関しては時速30キロ以上じゃないと追従しなかったのが全車速になって、まあそこら辺高速で使っててもあんまり恩恵を受けないですけどね、全車速になっても。でちょっとセンターに寄ってみたら後続車来てない状態で、インフォメーションディスプレイの方に警告灯はつくんですけどね、ブザー音とかが鳴らないんで、ステアリング音若干振動は起きてますね。警告の振動は起きてて、で長押しした場合一気に10キロ加速して、でマイナス長押しした場合一気に10キロですね減速して、ここら辺改善されてないですね。他のメーカーだったら5キロ加減速するんですけどね、ホンダの場合はもう仙台から10キロ一気に加減速するんで、まあそこら辺不満点ですよね。もうちょっと小刻みにスピードを加減速できたいんですけどね、一気に10キロ加減速するんで。なんかボンネットフードの位置が上がってるみたいで、車台感覚がつかみやすくなったような感じはしますけど、あと視界性がいいですよね、やっぱり SUV だけあって。まあ今日雨が降ってて、カメラではとはいえ消えてないと思うんですけどね、路面が濡れてる状態にしてはロノイズも結構静かで、静粛性も高いんですよね。 EHEV じゃなくてこれガソリンの G グレードですからね、G グレードでもエンジンノイズとか道路ノイズに関してはほとんど気にならなくて、走行性も直進性があっていいですね。名古屋方面の情報です。被災インターまで10分ほど、津インターまで15分ほど、芸能インターまで20分ほどかかっています。四日市ジャンクションまで東名阪ルート経由で55分ほど、三重朝日インターまで東名阪ルート経由で55分ほどかかっています。まあ車線認識する感知能力とか、あと走行性能とかですね、改善してますけど、やっぱり速度調整とか、あとはこの車間距離の調整関係ですね、そこら辺はまだ不満点が残るかなって思います。およそ600メートル先左方向出口です。こういった段差を乗り継ぐ際もショックはあまり伝わってこないようになりましたね。まあ、仙台の初期型は結構ひどかったんですけど、中期後期になってだんだんマシになってきて、で新型になってまたさらに乗り心地は良くなっているように感じます。はい、ということで今回新型ベゼルで高速で全車速のクルコンの方を使ってみたでした。